今日も始まりましたね、はい、どうもよろしくお願いいたします。さあじゃあ恒例の、はい、まずタイトルコールからいきたいと思います、ね、はい、いつもですね、はい、はい、それでは浅草法人会プレゼンツワクワクチャンネル、よっ、パフパフパフ、いやいや今日もやってまいりました、はい、まあ、今日はですね、雷門支部の会なんですけども、うん、そうですね、最初にちょっと告知があるということで、はい、いらっしゃってますが、まあ、まずとりあえず我々の紹介からでした、うん、失礼しました、はい、私せいちゃんこと川原でございます、よろしくお願いします。そして、はい、私アシスタントの荒木でございます、本日もですね、鳥越あずみさんから、感染対策バッチリの上で、換気をやり、そして、除菌スプレーとかあと、こういうですね、なんていうんですか、パネルっていうんですか、ね、アクリル板ですね、アクリル板、ね、はい、というもので、今日は、今日もですねノーマスクでノーマスク、お送りしたいと思います、よろしくお願いいたします。そしてツイッターがもう一個、はい、ツイッターですね、はい、はい、番組へのご質問というかご意見あと応援もお待ちしておりますのでぜひこちらです、よろしくお願いします。ツイッターお待ちしております。さあさあじゃあ、はい、そろそろ始めましょう、はい、はい、では、本日のですね、ご紹介を、はい、それでは、はい、ご紹介をさせていただきます、ご紹介します、浅草税務署峰本所長です、どうぞよろしくお願いいたします。ようこそいらっしゃいました、まあ、今日はちょっと峰本所長さんからですね、どうしてもという告知があると、はい、いうことですので、峰本さんよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。それではちょっとフリップがありましたら見せてください、はい、はい、よろしいですか、ではお願いします、はい、ご紹介いただきました浅草税務署の峰本でございます、本日は番組の貴重なお時間をいただきましてありがとうございます、今回はインボイス制度について、広報に参りました、よろしくお願いいたします。インボイス制度が開始される令和5年10月1日から登録を受けるためには登録申請書を令和5年3月31日までに提出する必要がございまして期限まであと半年ほどしかありません。すでに多くの事業者の方が登録申請を行っているところですが期限間近になりますと申請が集中して登録までに時間を要することも想定されますので登録を予定されている事業者の皆様には早めの登録申請をお願いいたします。 e-tax を利用して申請を行うと書面で提出するより早く登録を受けることができますのでぜひご利用ください、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。まあ、我々浅草法人会としてもですね、うん、たくさんの会員企業がおりますので、まあ、ぜひ税務署さんとうまくタイアップして、そうですね、我々の方もなんかいろんな説明会開いたり、まあ、そこら辺は全面的にちょっと協力をさせていただきたいと思いますので、ぜひ皆様ぜひですね、まずは説明会に来ないとちょっとよく話もわからないということで、そうですね、はい、では、その次の表、あ、これですね、はい、じゃあそうですね、はい、こちらの画面なんでございますが、表示されている QR コードからですね、うん、ご覧いただけますので、よろしくお願いをいたします。またですね、インボイス制度についての質問等があると思います、うん、はい、ご覧いただいているフリーダイヤル、0120-205-553、これ出てないんですか、ね、前のちょっと画面に出てたのかな、なんですね、あ、そうですね、あ、はい、ちょっとありますね、それちょっとアップしてもらえますか、はい、すいません、専用ダイヤルってやつね、はい、ご覧に、はい、OK ですね、フリーダイヤル、OK ね、よろしいですね、0120-205-553、はい、こちらが軽減インボイスコールセンターまでですね、うん、質問等ありましたらお問い合わせをお願いいたします。自分はですね関係ないと思っていらっしゃる事業者の方も結構いらっしゃいますが、はい、インボイスを発行する側、受け取る側、そして消費税の納付税額のない事業者の方、まあ、いろいろな方々にですね影響がある制度となっております。うん、国税庁ではいろいろな方法で、広報を行っておりますので、今一度皆様インボイス制度について内容をご確認いただきたいと思います。はい、ありがとうございます、はい、どうもありがとうございます。非常にわかりやすい言葉 で、ね、はい、ということなんですが、はい、今日
所長はまた、はい、お召し物が素敵な感じで、はい、昨年7月まで沖縄の国税事務所で2年ほど勤務しておりましたので、素晴らしい、接客だと思いました。そうなんですね、かりゆしをちょっと上に来てみました、はい、いやいや素敵ですね、ありがとうございました、まあ、ぜひあの沖縄時代とかそこら辺のまた峰本所、はい、所長の個人的な部分はですね、ええ、またぜひ次回もまた時間作りますんで、ちょっとした映像も持っておりますので、ぜひ見てください、ね、もう残念ながらちょっともう時間が来てしまいましたので、そうですね、今日はちょっとこの辺で申し訳ございませんが、はい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 、はい、じゃあどうもありがとうございました、今日はですね浅草税務署峰本所長でございました、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、いつもありがとうございます。では続きましてのご紹介をお願いいたします、はいはいはい、ではここから雷門支部、今日のですね雷門支部の、ご紹介をしていきたいと思います、ゲストはですね浅草一両屋平川徹さんです。それでは平川さんのリクエストで祭り囃子です、どうぞどうぞ、いいよということで、まだか、はい、どうもどうも、入っちゃいましたね、今ちょっと反乱に入っちゃってますね、ごめんなさい、いいじゃないですか、はい、それではまた改めてご紹介させていただきますね、はい、浅草法人会雷門支部支部長平川徹さんです、ようこそお越しくださいました、はい、よろしくお願いします、ありがとうございます、いや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 、やっぱり雷門支部はね、いろいろなあのところがあると思いますけど、これそこら辺をちょっとこれから、説明して いただければなと思いますので、はい、まずあの地図ですね、地図をちょっといただきますかね、はい、はい、これちょうど中間地点ですかこれね、そうですね、はい、法人浅草法人会縦長なんですけれど、はい、雷門支部ちょうど真ん中ですね、真ん中でど真ん中で、はい、いいところですね、でまたこれがエリアをアップすると、す、ちょっとここら辺でちょっといろんな町とかちょっとご紹介いただければと、はい、まあ雷門支部っていう名前にしちゃうとなんかすごく狭いエリアな感じはしますけれど、うん、一般的に言うこうマスコミが言う浅草というエリアですね、うんうん、で一番東側、花カードエリアって書いてありますけれど、この辺は、比較産業が多いところ、うん、それから真ん中の、まあ、浅草ロックエリアだとか雷門表門、あと雷門、この辺のエリアは、一般的に言う、浅草というところですね、で、まあ、観光でね、観光、そうですよね、はい、日本で、日本じゃない、東京で一番古いお寺があって、うん、日本で一番古い商店街と言われてる仲見世があって、うん、中見世、はい、でまあね、後で出てきますけれども、日本で一番古い、遊園地もあったりとか、はい、まあ広域商店街が約30ぐらいあって、うん、まあ今までというかコロナ前まではですね、うん、約外来の外国人が3000万人という中で、うん、多分その半数の人はこのエリアに来ていただいてたのかなと思っております、うん、まあ、でほとんどご存知の通りこの辺は、小売業、それから、うん、飲食店が多いですね、であと一番、西の方なんですけれども松葉エリアと書いてありますけれども、ここはかっぱ橋商店街ですね、というのをご存知の通り、はい、食器だとか厨房関係の、店がテナントミックスされた、うん、日本でもすごく、うん、
変わった面白い町並みを作ってるところで、全部でこの雷門地区、約500の店舗、会社が、登録されていますね。なるほど。あの法人会としては約2000社がいますけれど、約4分の1。うわー、すごいですね。中心ですよね、本当に。力が強いということですね。さあ、そしてこの中の一番のトップである、浅草寺かなんかの写真があるんですかね。あ、雷門でした。残念ですね。まあ、これは、はい、雷門ですね。人が誰もいないじゃないですか。いや、すごい。人がいない写真を。あ、そうです。あえて私探しました。ね、いいですね。まあ、今日もね、あの本当でしたら浅草すごく人が出てますので、うん、はい、ちょっとずつ、人が増えてきたかなという気がしております。そうですね。まあ、でもさっきのなんかその雷門のこのね、誰もいないっていうのは実はもう1年前とかそうでしたもんね、うん、もう昼間でも本当誰も通ってないという、はい、ね、その時に通ったんじゃないかって気はしますけどね、うんうん、っていう時に遊んでたんですね、撮った人は。撮った人は。いやいやいや。恐縮です。恐縮です。さあ、そして、じゃあ、まあ、雷門支部で、まあ、いろいろとね、あの、事業、いろんな事業があると思うんですけど、ちょっとこれ面白いな、みたいな、ちょっと事業があったらご紹介いただければ。そうですね。今、決まってるところなんですけれども、うん、他の方でご紹介があったとは思いますが、11月の10日、うん、来月ですけれども、大人の租税教室というのがございます、うん、18時から19時30分ビューホテルで、行われますけれども、その後、19時45分から同じくビュー浅草のビューホテルにおいて雷門支部の異業種交流会というのをさせていただきたいと思っております。あのご案内は皆様の方に行ってると思いますので、ぜひあの大きい、部屋を借りてございますので、ご参加をいただければと思っております。あと、まだ決定ではないんですけれども、今企画段階ですけれども、来年の新年会、考えております。毎年なんですけれども、歴代の浅草の税務署長の方々を招きして一緒に交流をさせていただいています。あの私思うんですけれど、一番お金儲けを知ってるのは税務署だと思うんですよね。ですからぜひその辺の話をですね、うん、歴代の税務署長の人にお話をしていただけたら嬉しいなとはいつも思ってるんですけれども、絶対かなってません。まあ、ただあの楽しい交流はさせていただいてますので今回叶えましょう、ね。まあ、よくあれですよね、脱税は捕まっちゃいますけど、はい、あ、そうですね、節税 OK なんですよ ね、 そうですよね。どうやって節税持っていくかみたいな、はい、それで大切なことだなと、はい、はい、まあ、はい、そんなことをしてますので、ぜひ、はい、あのまたあのご案内をさせていただきます、はい、ありがとうございます。じゃあ続いてですね、最後ちょっと平川さんの会社のホームページかなんかでちょっと会社のことをちょっと PR していただいて終わりたいと思います。はい、はい、はい、私はですね、あの先ほど言った、表参道が仲見世と言いますけれども、私は西の参道、西参道っていう商店街の真ん中で美術商をしております。で、あの美術商と言いつつも扱っているのはほとんど刀剣類でしてですね、あの、まあ、真剣、あ、本当に切れる刀から、うん、あとは模造刀って、うん、あの例えば居合刀、道場だとか、剣道のトレーニングに使う刀だとか、うん、あと演劇で使うテレビ、うん、芝居、うん、に使うような刀とか、うん、そんなものを扱っていますね。うん、あの最近ちょっと困ってるのがですね、あのアニメの影響か、あの刀剣女子っていうのがうちのお店に来ていただくんですけれど、はい、その人たちがうちのお店に来てイケメンの方に見せてくださいって言うんですよね。イケメンの方ちょっとね、これだけは言わないと困ってる。イケメンの方によくわかんない表現がね。まあ、よろしかったらぜひ、はい、あのお越しいただければと思います。はいはい、ありがとうございます。じゃあちょっと時間が来ちゃいましたね。あ、早いですね。はい、早いわ。早いです。はいはい、またぜひね、詳しく教えていただきたいと思います。はい、はい、それでは、お時間ありがとうございました。はい、本日は浅草一両屋平川、代表取締役平川徹さんでした。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあお次は
どちらでしょうか、ね、はい、続きまして本日2人目のゲスト、なんとですね、株式会社花屋敷代表取締役西川豊志さんです。それでは西川さんのリクエスト、これです。ゴールデンボンバーめめしくて、どうぞ。いやーすごい。めめしくて、めめしくて、めめしくて、ことをからかったの、あんなに好きと言ったのに、奴のどこを気に入ったの、僕はもういらない。君と手をつなぎ踊りたい、たくさんの人混みの中で、君の笑顔だけが輝いて、愛されたいね、きっとミスをした、どうも、はい、どうもよろしくお願いします。ようこそお越しください。じゃあ、アレキさん、ちょっと。はい、はい、改めて、2人目のゲスト、株式会社花屋敷代表取締役、西川豊さんです。どうも、西川です。よろしくお願いします。なんと、あの有名な花屋敷の社長が来てます。ええー、ただの、あのスタッフですけど、はい。今日はそういう格好で来ました。よろしくお願いします。はい、お願いします。まあ、いわゆる親しみやすいというかね。ね、そうですね。では、この西川社長のもうすごい対策の資料を作っていただいてます。いやいや、もう多分こう時間なくなっちゃうから、はい、じゃあそれを見ながらちょっと、はい、説明をお願いいたします。じゃあ、はい、話し聞き、西川さん、改めてよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、次お願いします。はい、じゃあ簡単に私の自己紹介なんですけど、はい、1963年生まれ、京都府出身でございます。うん、今川崎市に住んでる4人家族なんですけどね。はい、で元々の経歴っていうのはですね、まあ、いわゆるゲーム会社のナムコっていうところに入りまして、はい、でそこで当時はですね、ファミコンがすごい流行ってましたんで、それをこう携わる仕事をしたかったんですけど、実はそうじゃなくて、ゲームセンターとかのね、にゲーム機を売りに行くみたいな、そこからスタートしまして、はいはい、この右の写真がですね、入社した年に皆さんご存知ですかね、ワニワニパニックっていうやつね、こう片手でいけいけとかいうやつなんですけど、はい、まあ、そういうやつをこうね売る仕事だったっていうところなんですよね。でその後はまあいろんなとこ、こう、まあ、会社なんてぐる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 回されるわけなんですけど、うん、ちょっとこの浅草で言いますと、こう2020年、はい、これに花屋敷のちょっと非常勤取締役っていうことでちょっと関わらさせていただきまして、うん、まさにこのコロナ始まった時のこうね、みんなから持ってるねって言われたんですけど、はい、大変な時期ですね。はい、で昨年度から一応すいません、代表させてやらせていただいてますんで、素晴らしい、ね、いつもこんな格好でウルトラします、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあそれで次お願いします。あ、いいですね。はい、で、まあ、事業の話でいきますと、私どうも、まあ、言うまでもなくね、遊園地がメインで、でもう一つ劇場事業ということで、浅草こう花劇場とか、うん、歌劇場って思うんですけど、うんうん、これをメインでやってる形ですかね。はい、豆知識と下に書いてあるんですけども、東京ドームの 0.何個分とかね、ディズニーランドの66分の1とかね、まあまあちょっとこれはい、ネタとして持っていてください。はい、いやいや、すごいですよ。はい、次お願いします。はい、これちょっと小さいですけど、歴史をちょっとこうね、辿っていきましたけど、うん、はい、まあ皆さんご存知だと思うんですけど、あえて言いますと、1853年嘉永6年、なんとペリーが黒船で来航した時に、まあ、花園というか花園としてね、開業したのがスタートですね。はい、
でその後は、まあ、あの動物の展示とか見せ物小屋とかね、うんうん、そういうこともあったんですけど、まあちょっと関東大震災とか戦争の時は非常にちょっとね、うん、苦労した時もあったんですけど、戦後に改めて遊園地として再開しました、うん、でその後、まあ、あの皆さんご存知のコースターとかイータワーとかね、うん、導入して、まあ、あの有料化になったりとか、うん、で現状の株式会社羽根式っていうのが2004年からスタートしてるっていうところで、まあ2019年から劇場もやってますって感じなんですかね。はい、はい、次お願いします。はい、で羽根式の最大の売りっていうのはもう、 あの、うん、もう古いっていうことで、はい、日本最古の遊園地はい、あの未だにあの古いアトラクションがあの現役で、はい、確かに、はい、あのびっくりハート気持ち悪いやつですね、あの例の気持ち悪いやつ、はい、でリトルスターってこうぐるぐる回る、あの今若い人たちにあの洗濯機みたいって言ってちょっといじってもらってるんですけどねというのが一つと、まあやっぱりあのなんといっても日本最大のローラー、あ、最古のローラーコースね、現存する最古のローラーコースっていうところで、あの、まあ、絶叫マシンとは違ってね、これあの本当に大丈夫っていうね、こうぶつかりそうで、うん、本当大丈夫っていうような意味で、あのちょっと怖いと、人の家の中走りますよね、家の中走りますよね、そうそうそう、家の中走る、最後ちょっと家の中出てきますんで、はい、はい、で次お願いします。はい、で、あのアトラクションだけじゃなくて、まあね、シーズンごとにこうちょっとイベントやってますけど、うん、あの羽根式一座というねステージショーがありまして、まあ夏はあの盆踊りやったんですけど、まあ、うん、これからとね、ハロウィンイベントとか、うん、またクリスマスイベントとかね、はい、こうやってあの盛り上げていってるわけなんですよね。なるほど、はい、素晴らしい、お願いします、はい、ところが、ところが来た、はい、ところがこれちょっとコロナできっと誰もいない、厳しいなと、2020年からあの言うまでもなくこうね、中身も人がいません、いません、うん、イベントもできません、ということで、インバウンドもいませんということで、うん、非常にちょっと厳しいことになりまして、うちも、うん、本当にねちょっと大変だったんですけど、うん、まあ、確かに大変ですよね、はい、ということで、まあ、皆さんもねちょっと苦労されたと思うんですけど、うん、はい、次お願いします。でその際ちょっとまあ取り組み始めたっていうのはですね、うん、まあやっぱり売り上げもね、うん、お客さんも来てほしいっていう中、うん、ちょっとやっぱり、まずは縁日コーナーというのをちょっとね、こうあの可愛らしく綺麗に直していきましょうというところですね。ここやっぱちょっとあの浅草に結構あの若い子たちがね、うん、着物着てあの来てますんで、うん、まあ、そういうことを意識したっていうところですかね。もう倍そうですね、まあ、そういうところをちょっとこう、ね、非常に意識して、ね、前よりだいぶ明るくなりますね、やってますっていうことですね。はい、次お願いします。はい、あとですね、ちょっとあの出口にですね、まあ、前あのお土産を売ってたところあったんですけど、まあ、皆さんからやっぱりあの土産も売れないよみたいな話をちょっと聞いたんで確かにあのちょっとあのすいませんっつってあのこうグループ会社にお願いしてちょっとガシャポンのデパートってこう、うん、結構ね、これいいですよ、今800名あるんですよ、これがね、のとか、まあ、あの一番くじってあのコンビニとかにあのくじで、うん、あのお金払ってあの、うん、くじ引くんですけど、これの公式ショップっていう形でですね、公式ショップ、はい、あの実際にあのその商品がね見本として置いてあったりとかして、はい、これがちょっとあのなかなか斬新で、ちょっと右側のちょっと、あ、これ、あ、そうですね、あ、こういうやつね、そうそう、こういうの見本、コンビニじゃちょっとこういうの並べられないんで、なかなかね、はいはい、っていうのをちょっとやって、あの新しいお客さん呼びたいなって感じで、だいぶなりました、ね、はい、次お願いします。はい、それでいきますとね、あのもう一個ちょっと最近の取り組みとしてこれだ、これちょっとややこしいんですけど、フォトラクションと我々呼んでるんですけど、ちょっとあの平日限定でですね、うん、アトラクションをある時間にちょっと止めまして、うん、はい、その時にあの写真を撮ってもらおうと。なるほど。これあのやっぱりあの最近あの若いあの着物を着たあの世代の人が来てるわけですから、うん、その人たちがね、あの京都とか川越でも着物は着れるんですけど、うんうん、やっぱりこう浅草で着物着て、うん、こうメリーゴーランドでこうバッチリ写真撮るのをね、うん、こう素直に残してもらいたいと、うん、いうとこからちょっとそういう企画を始めましたね、うん、はい、それからさっき出てきましたあのローラーコースターのお茶の間、うん、はい、家の中でしょ、これ家の中、家の中この家の中に実はこうあの年に何回かですねメンテナンス期間があって動かない時があるんですけど、この家の中に入ってもらって、あ、すごいすごいじゃん、これ入りたい、これ一回やりたい、これやってください、おじさんたちと一緒に、あのおじさんたちが撮ってください、はい、あのそういうあの写真を撮れるということもね、ちょっとあの頑張ってみます、はい、はい、今日のやつ素晴らしい、はい、で、ちょっとこう最近の超あの最近 の, 話としては、はい、ちょっと夏にですね、あのビアガーデン、あらららら、ちょっとちょっと遊園地の中のこうパンダカ広場がある奥まったスペースなんですけど、奥まったさんありましたね、パンダカ、はい、ここにですね、うん、ビアガーデンをちょっとクラフトビールを飲めるっていうことで、
まあ、若い人からね、あのご年配まであの、うん、いっぱい来ていただきましてありがとうございます。次の第2弾を第2弾計画しておりますんで、ぜひ、はい、次回行きましょう。もうぜひぜひ。どこに行きましょう。行ったの。さすが。ありがとうございます。はい、もうぜひあの皆さん来ていただきたいと思います。はい、はい、次お願いします。それからあのこれはあのちょっと、うん、あの遊園地らしい話なんですけど、うん、新しいアトラクションをねちょっとようやくあの入れることができまして、しシルバーウィークのちょっと前なんですけどね、うん、マルハンナ剣術道場っていうことで、あのいわゆるなんていうかスポーツチャンバラっていうあのこうね、はいはい、あのこう叩いて、うん、はい、こう叩くやつ、柔らかいやつ、はい、ちょっと写真右側にあるんですけど やつなんですけどね、うん、叩いて、はい、こうあのチャンバラのこうあの刀みたいな、うんうん、はい、これはあの振りかざしていただいて、あのこう侍とかね、うん、あの忍者とかと勝負するっていうね。あ、勝負、はい、まあ、あのどっちかっていうとバン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 打つんですけど、もうストレスを発散します。ストレスさん、あ、これいいですか。いうあのアトラクションをこうあの使ってますんで、これちょっと社長みんな行きたいところですね。溜まってますね。溜まってますコロナで多分ストレス溜まってるので、もうバン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 こうあの行っていただきたいなっていう、はい、アトラクションでございますんで、あ、すごい、はい、ぜひ来ていただきたいなと思っております。はい、はい、はい、次お願いします。あ、また将来、はい、はい、でちょっとこう今までねこうやってきたことの話ですけど、ちょっとまあ先々の話なんですけど、うんうん、まず直近の事業の話としては、なんと来年、開園170周年ということです。素晴らしい。170周年、すごいですね。全然よくピンとこないんですけど、はい、あの170周年ということで、ね、すごい、はい、でなんとあのローラーコースターも70周年ということで、花屋敷とローラーコースターの間100歳経ったということでね、はい、ということで、はい、今ちょっとあのいろんな企画を考えております。まあ、あの右にちょっとあるのはね、今年 の, あの花屋敷の日にちょっと加わったあの、うん、未来の招待状ということで、はい、来年の夏はあのこれあのメッセージ書いてあの無料で入れますので、持ってる人はぜひぜひお立ち寄りください。はい、はい、あ、これね、これこれこれですね、はい、裏側にちょっとメッセージ書く、あ、メッセージ書いて、はい、送れますんで、はい、はい、はい、でもう一個、まあ、会社の中でいくとね、ちょっとやっぱ働いてるみんなにあの取ってのちょっとメッセージですね。あ、なるほど、やっぱりちょっとこうあの会社としてはね、あ、将来のもう一回いいですか。あ、もう一回画面をね、いいですか、すいません。あ、はい、大丈夫ですか。画像、ああ、行きましょう、そうそう、社内のこれが重要、社内、はい、はい、これあのやっぱり10年後将来やっぱりどうなりたいかみたいな話をね、うん、従業員とやっぱりちょっと共有してそこに目指していきたいなっていうね、はい、でやっぱり従業員もこうあの自分たちがこうそれに向かって成長するっていう、うん、頑張ってくれたら、うん、これやっぱ会社の成長にもつながるかなと、うん、なるほど、はい、まあまあやりがいとかね夢とか持ってもらって、はい、そうですね、でやっぱり職業柄ね、笑顔で、ね、いうふうにちょっと思ってる次第でございます。はい、次をちょっとお願いします。はい、ということで最後にですね、あのもう改めてあの今後もですね、地域の皆様から愛されますように、あの浅草花屋敷ならではのね、価値体験を提供したいと、まあ劇場もそうなんですけど、皆さんにあのぜひまたお立ち寄りいただきたいなと思っておりますんで、よろしくお願いします。はい、はい、私の方からは以上となります。いや、なんかね、ずっと聞いててね、あの前任の社長方は知らないんで言っちゃいますけど、はいはいはい、やっぱ西川さん社長になってからね、はい、花屋敷ガラッと変わった感じするね。ありがとうございます。改革の社長ですね。いやいや、あのちょっと、多分あの状況がね、まあ、コロナちゃんがちょっとあのいらしたんで、はい、それちょっとやっぱ状況が変わったのこともありまして、はい、まあ、そういう形にはなってるんですよね。いやいやいや、まあ、いや本当、はい、本当そうでしょうね。何があるか分かりませんが、ね、これから先も、はい、まあまあまあ、ぜひぜひ、はい、ということで、はい、もうなんかね、ちょうどバッチリ時間になっちゃったんですよ。時間ですか？もっと喋りたかったんですけど。いやいや、もう喋り大好きなんで、またここ呼んでいただければ、いつでも来ますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、それではありがとうございました。花屋敷代表取締役、西川豊さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。それでは次のご紹介を、はい、次ですね、はい、次続いてのゲストはまたまたこの方、恵比寿屋浅草所長、人力車、梶原康介さんです。まずは会社紹介ビデオをご覧ください。どうぞどうぞ。はい、朝一番発表せよけできますとみんなに声をかける。病気は
車庫から現場へ愛車を引いて日曜夜の朝もやの街を行く街の人に。恵比寿屋所長、はい、梶原さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。ちょっと前にすいません、はい、先ほどの、花屋敷のところで西川社長に、ツイッターのコメントが入ってます、はい、花屋敷一座本当に楽しいです。ハロウィンのイベントも期待してます。梶原ちゃんからですね。いや素晴らしいですね。ありがとうございました、はい、いや本当にあの平川支部長来て、うん、西川社長来て、うん、今日僕完全に俺落ちですよね。いや締めた締めた締めた。そうなんですか。落ちかなと思ったら一番重要です。ドキドキしてますけど大丈夫です。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあさあそして荒木さんっつったらなんか、はい、いろいろそういえば、梶原さんなんかほら、はい、浅草のね、社夫連絡会の会長も会長、全部の会長、人力車の全部の会長、20業者業者があるんですけど、20、まあ、会長といえどもあの担げない神輿って言われてますけど、ね、もう頼られてないっていうですね、はい、すごいですね。まあね、確かにね、大変でしょうね。やってね、まあ、あの人力車のやってるの見たら、あれまとめるの大変だよ、あれね。いい、大丈夫ですか。もう、ね、助けていただきながら本当にもう、でもう一つ、はい、で今すごいあのビデオ
素晴らしかったんですけど、実は今年で、はい、あ、創業、おかげさまで30周年、ありがとうございます。いや、なんかさっきのね、はい、あの西川さん、花屋敷さんのある、去年、来年170周年、はい、今度30周年ってことですね、はい、これなんか我々も月もらえそうな感じでね。ですね。ね、ありがとうございます。ですね、頑張っていきます。で、しかももっと思い出たいことがもう一つあるんですね。はい、最近、はい、なんかこう浅草法人会に、あ、そうそうそう。そうなんです。皆さん、浅草法人会新入部員です。よろしくお願いします。でも平原支部長の人ですから断らないんだよね。いいでしょ。おめでとうございます。入会、入会ほやほや、はい、ありがとうございます。喜んで、はい、新入りですから、新入り、はい、いろいろ学ばせていただきます。よろしくお願いします。さあ、それではですね、早速写真を見ながらちょっとね、はい、はい、お話を伺っていきたいと思います。まず、はい、あ、これですね、出た、これはご本人の、ちょっと恥ずかしいですね。これはどちらで撮ったところなんですか。これは多分隅田川沿いかどっかだと思いますね。隅田川ですね。なるほどね。いや、ちゃんと自分もうね、あの所長といえどもちゃんと現役でやってらっしゃるんですね。うん、そうですね。たまに、はい、お客様のご要望いただければ、ね、喜んで、はい、行かせていただいてます。さあ、そして今や、お、そうですね、最初これですけどね、はい、最初これ、そうです、小樽でやってた。生まれが札幌ですので、うん、はい、あの最初小樽で引っ張り締めまして、小樽で引っ張って8年なんですけど、すごい、昔はこれちょっとロン毛だったんですか。これそうですね、あのよく見ましたね。そうですね、なんかちょっと見たら本当だ。なるほどなるほど、そういう 学生時代というか、いやいや本当にね、いろんな難しい写真ばっかりですけど、あんまり自分写真なかったんで、恥ずかしいのばっかり。ちょっとこれが昔、はい、もう一回もっと、うん、あの前に戻してもらえる、で、これが今ってやつね。あ、これは何のビフォーカス。いや、立派になったなっていうね。そうやっていただきましたね。そして、はい、また、まあ、あの恵比寿さんはもちろんね、浅草とか観光地でこうご案内するって以外にもなんかいろいろとまた企画ごとがあるということ で、これ2つ飛ばしてもらって、はい、あ、これですね。これ、これあの雷門の前でさせていただいてるんですけども、はい、あのサプライズでお客様のご要望あったらお誕生日ですね。お誕生日とか、あと結構ご要望いただきますのがあのプロポーズなんですよ。プロポーズ、でスタッフみんな打ち合わせして、あの何週間も前から念入りですね、計画して、ここでこういう風にして、ここでプロポーズしてっていう感じでみんなでお祝いするんですね。これちょっと荒木ちゃん、来年の結婚、誕生、あ、結婚記念日とかさ、どうやったら奥さんに、あ、僕引っ張ります、引っ張ります。え、僕、うちの、そう、奥さんに、奥さんにどう。きついなちょっときついな。うまくやりますんで。うまくやってくれる、はい、大丈夫かな。大丈夫かいや、俺はちょっと勘弁してもらいたい。結構でも本当皆さんすごい喜ばれるので。そうですね、そしてまたもう一つ企画ごとが、はい、あ、これは、これあの渋谷なんですよ。実はあのイベントで結構、例えば百貨店さんのあの、うん、福袋の商品になって、景品になったりですね、商品になったりですね、うん、あったりとか、結構あの映画のですね、うん、あのヒット祈願で、俳優さん乗せて神社から、うん、あの映画館までとか、そういうのも結構お申し付けいただいてますね。これちなみにこれ渋谷ですけど、はい、ここまでこれどうやって持ってくる。いや、あのそれはもう浅草からもずっと走って、ワントカヤさん、いやいやいや、バレました、バレました、意外とバレました。これ大変だな、これ大変で、それ言ったらトラック乗せてです。ね、引っ張ってたらかっこいいんですけどね。そうば、今思い出したんですけど、イベントごとで思い出したんですけど、確か去年、はい、浅草法人会で、コロナの時になんか所長乗せて、あれも確か恵比寿さんじゃなかった。ありがとうございます。そうなんですよ。そうですね。そうなんですよ。あの、あれなんだっけ、ノゼ、ノゼパレード。ノゼパレード。ノゼキャンペーンですね。はい。それで。そうそうそう。聞きたく。今思い出した。そう、なんかそれも確か恵比寿屋さんだったって。おかげさまで。はい。ぐらいね。ありがとうございます。で、なんか恵比寿屋さんに頼んでんのに、なんで、あの、会員になってないのかなっていう、僕らの話でした。まあ大丈夫ですよ。晴れて会員になりました。ありがとうございます。ほやほやですけどね。ほやほやです。はい。頑張ってください。はい、はい、さあ、そしたら、はい、ちょっと次はプライベートのね、またコーナーでお願いいたします。はい、あ、これ来た。出た。あら。もう浅草様、皆さんに育てていただいて、もう調子に乗って花を咲かせていただいてますけど。しかも花ですよね。ちょうどいい角度で。
取っていただいたものがありましたんで、これはいつもでは浅草東町会なんですね。そうです、あの弊社事務所が東町会にございますので、うん、東町会なんですね。そうなんですよ。そうですか、はい、東町会だと、まあ、結構有名どころいらっしゃいますね。元気にやらせていただきます。中山義勝さんとか。あ、そうですね、はい、いろいろご指導いただきますねえ、そんなことで、はい、まあまあでもお祭り男ってまあぴったりですねいやそうですか、恐れ入ります。そして次が、はい、お、これはまたまた多趣味だな。すげえな。海がやっぱり好きなんですよね。さんざん陸で走り回ってますんでね、反動かかんないですけど、海がすごい好きなんですけど。なるほど、これうカメカメで、ね、そうなんですよ。ちょうど どこですか。これあれです、10軒がです。10軒がは、何10軒がこんな透明だったかなみたいなこれあれですよ、うん、ここはこれ沖縄です。宮古島です。宮古島で ね、そうなんですよ。ここまで行くわけだな。ずっと海が好きでですね、うん、なるほど。ダイビングやったりサーフィンやったりずっと、はい、これ次はなんか もう一つぐらい。あ、これがね、そうですね、これはプーケットかどうかですねプーケットね、あ、日本脱出しちゃったんですね。そうなんですよ、もうちょうどコロナ禍前ですよ。あれ、そういえばほら北海道出身だと、はい、海はないよね。あ、海岸線なんか海ってあるんですか、あれ。海はあります。海ありますよ。海は島ですからね、今回。あ、なるほど、なるほど。海水浴とかやる。海水浴はやるんじゃない？そうなんですよ。実は、うん、お盆の時期ぐらいまでちょっと海開きするんですけど、うん、もう寒いんですよ、うん。そうそうそう。ちょっと入ってすぐに流れるんですよ。なるほど。海辺でバーベキューやるぐらいですね。じゃあ こっち、あの北海道から出てからの趣味ですか。出てからですか。なるほどね。はい、まあ、サウナにとっては冷たい水って大歓迎ですか。サウナ、サウナで。そうなんです。あのサウナの会って今度は浅草法人会立ち上げますので、ね、それ僕新入部員でいらせていただいて、もうぜひぜひお入りください。まあここに幹事長がいますから、よろしくお願いします。そしてマリン関係のもう一つ写真がね、はい、あ、これはこれこれはあの千葉の九十九里の海ですね。で、ちょうどあのオリンピック会場になったところですね。あ、いい写真ですねこれ。これでもすごいいい写真だねこれ。いや、たまたま、これなんかちょっとこれ夕暮れ時にかかってる感じですかね、これ。夕波狙った時だと思いますね。これは何年ぐらいやられてるんですか。サーフィンはそうですね、もう結構長いです、ね、長いですか。でも結構思いっきりドハマりしてるのはもうここ4、5年なんですけど、うんうん、はい、好きでやってますね。まあでもね、我々昭和生まれなんですけど、昭和生まれはサーフィンやってないのになんかサーフボード持ってたみたいな、そういう前提なんですよ。よく先輩サーファーに聞きますね。車の上に乗ってたらこういう風になるみたいな感じ。そう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 、お母さんだけどちゃんときちっとやられてる。いやいやいや、もう普段こう人生の乗れない波にこうあれ。いや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 、うまいですね。やっぱほらいつもほら客商売でこう話してるからね。パッて出てくるんだよな。本当のうまいです。さあさあ、まあでもそんなことでね、はい、一通りあのご説明しましたけど、はい、まあ、なんか他にあと訴えたいことないですか。訴えたいことですか。訴えってそっちの訴えじゃないですか。いや、まあでもこの場をお借りして、やっぱりあの僕らの商売って浅草の地域の皆さんのですね、うん、あのご理解ご協力いただいたので、うん、もう感謝の気持ちしかございませんので、非常に急に真面目に、うん、でも本当にあのいろんなところを、あの、多めに大余り見ていただきますので、ちょっと感謝の気持ちですね。まあね、あの一時相当ね、あの、あそこの商店の人から、あの路上でね、ちょっと勝手にあの、はい、自転車置いちゃってとかなんかって、ね、今ようやくなんか固定場所決まってね、良かったですよね。ルールね、ルールね、皆様で、はい、うん、なんとかやらせていただいてます。まあでもなんだろう、あのね、観光で持ってるわけだから、はい、その人力車さんも盛り上げていただいてるからね、うん、あ、ね、共存共栄で、はい、ぜひぜひなんとかですね、本当にあのここから浅草の、コロナからの素晴らしい復活劇、ね、のですね、貢献できればと思ってますんで、もうこれ来年は、はい、人力車協会の人全員あの浅草法人会入る感じですね。いいですね。一気に若返っちゃうね。いや、その方が面白いよね。若い人増えた方がね。いいかもしれないですね。いや、本当にいいと思いますよ。そしたら青年部会のね、行事でもさ、人力車使えばいいんだよ。そうですね、行事で人力車でこう居酒屋に乗りつけて、そう、乗りつけて、ね、
そう。二次会に連れて。しかも30人ぐらいいるから大変だね。そうですよ、ね。15台。あ、やってみたい、ね。やってみたいね。面白いかもしれないですね。うん、そうだよ、そうだよ。なんかそういうの面白いそうだよ、ね。ちょっと白倉君に言っといてください。お、上座した。上座。ね。やっておきましょう。はい、まあまあそんなことでございまして、はい、じゃあお時間でございます。はい、もう時間ですね。早いんですよ。早いんです。オーディエンスからええみたいな。そう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 。ええみたいな。ここでなんかこうなんかありますよね。ええとかあの画面に入るやつね。いいですか切って。はい、そうそうそう。どうぞどうぞ。ありがとうございました。少し下がりますんでね。はい、恵比寿や浅草、はい、梶原所長でございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあで、はい、ちょっとあの番組終了までこのままね、はい、お付き合いくださいね。はい、では続いて事業紹介ということで、はい、ここからは浅草法人会今後の事業についてご紹介をいたします。はい、ではちょっと1枚目を出してください。はい、はい、これですね、文化講演会ということで大人の租税教室、うんうん、はい、ということで11月の10日木曜日18時から浅草ビューホテル4階です ね、はい、こちらでこれね、あの総勢300人かな、確か大きな部屋ですね。また大きい、あの師匠の間っていうのはね、あの梶原さんも知ってると思うけど、うん、あれ全部貸し切っちゃってますから。うわ、広いですね。これはね、我々の威信かけてるね。講師の方が酒井先生。酒井先生、ね、はい、中央大学の先生ですね。ただね、これこういうふうに聞いちゃうとね、あんなこんな学者なんか面白くねえと思われると思いますけど、うん、大人の租税教室で、大人ですから、大人がテーマですね。大人にも分かりやすくね、はい、子供にも分かりやすくぐらいの、はい、そのぐらいでやってくれますん で、 でこれは懇親会、先ほどもで、ね、この後にね、もう一枚ありますんで、はい、これはこれでやって、その後、はい、はい、業種交流会、こちら、はい、浅草法人会業種交流会のご案内ということで、うん、浅草橋は浅草ビホテル3階、はい、これ清須の間って言うんですかね、どうですか、ビホテル3階、はい、まあまあ、あ、そうですね、清須ですね、ことぶき支部25階、分かれてるんですね、ずっと、うん、これ全部11月の10日木曜日の19時45分からそれぞれの部屋に分かれ て、 かれて、ご確認くださいね。そう、各支部ごとに、ね、はい、20名ますということですね。ね、ビオホテルで7500円だったらいいですね。安いですよ。お得ですね。また美味しい料理がいっぱい食べれそうです、ね。で、飲み放題でしょ、これ。はい。行くしかないね。ぜひぜひ。はい、いや、本当これ楽しいですから ね、 ね、うん、まあ、はい、ビオホテル終わったら、その蓮前に美味しい蕎麦屋もあるしね。コータ屋とかね。いろいろまた行っていただいて。ね、はい。いっぱいお店ありますからね。はい、はい、まあそんなことでございますね、はい、告知はそんなもんですかね、まあ、そうですね、告知はそんなとこでしたね。はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。さあ、また今日も時間ぴったりでした、ね、さあ時間ぴったりでエンディングに入りますね、はい、はいはい、あ、このやっぱ音楽聴くとね、今日もようやく終わったなみたいな ね、はい、しかももう本当今日あの、4方ねいらっしゃったけど、はい、皆さんそれぞれちょっと盛り上げて、いや素晴らしい方がしていただいて、ね、お話聞かせていただきました、ね、まあ、はい、今日はちょっとこの雰囲気で私盛り上がってるんで、このままぜひね、打ち上げでも行きますかね。行きましょう、行きましょうか、行きましょう、ね、打ち上げ行っちゃいましょう、ね、そのぐらいノリでね、ぜひぜひで、はい、ちなみにちょっと次回の、うん、はい、次回の放送は1ヶ月後、はい、第1月曜日ですね、はい、11月7日の16時からまた同じ時間で始めます、はい、よろしくお願いします。見てください。それとです、あ、次回はですね、はい、清川支部、はい、だから、今日一番ど、あの浅草法人会のエリアが真ん中だったんですけど、うん、一番北の外れ、うん、で外れって言うとちょっと支部長に怒られそうですけど、一番こう上の、はい、最北端のところ支部でございます、はい、で今日まだ あとまたですね、いつもお世話になっている、鳥越あずうりさん、うん、番組応援の会というね、こういうのが あるそうでございます。ぜひこちら入会していただくとですね、番組の、見学とかね、まあ、いろんな企画にも参加いただけるそうなので、まあ、ぜひぜひよろしくお願いします。まあ、あとはね、ちょっとまだ時間が1分ありますから、はい、こちらを、はい、こちらね、はい、番組へのご意見ご感想、入会希望ね、入会希望ね、ほや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 の方、はい、こちらまでしかないです、はい、紹介でも結構なんで、はい、ぜひですね、よろしくお願いします、はい、お願いします。
さあそれではですね、最後にまたコールをやってですね、これですね、お分かりしましょうかね。練習します。はい。大丈夫ですか。見てました、ね。はい。行きますか。はい。それでは行きましょう。はい。また次回もお願いします。はい、浅草法人会プレゼンツ、はい、ワクワクチャンネル。さあまた次回もよろしくお願いします、ね。飲み行きましょう。さあ打ち上げだ打ち上げ。